皆さんこんこにちは、ね、今日はですね「この自分を殺すのは武器にしろ」という本を書かれました瀬戸一信さんにお越しいただきましたこの場所はどこかというと目黒区の八雲っていうところにありますオニバスコーヒーヒさんでございますでなんでオニバスコーヒーさんかっていうと実はこのソノスさんというですねスピーカーがというね、まあ、そんな話をこれからいろいろしていこうと思うんですけれども瀬戸さん実は初めましてなんですよね。 初めましてて本当によようううややくくお会いできそうこれね皆さんこんな出会いもあるんだなっていうことをちょっとねご紹介したいんであのお話しするんですけど実は瀬戸さんから全然面識なかったんですよそれで瀬戸さんからフェイスブックでねメッセンジャーでメールをもらってその西都の「この本音に気づく会話術」っていうのを読みましたとそれですごくいい本だったっていうふうに感想を届けてくださったんですね。 でその読者の方からメッセージもらうことってそんなにはないのでしかもそのいただいたメッセージが何て言うんだろうな明るくてまっすぐでそれでこう人間味が溢れてたんですよねで。なんか素敵な方だなこの方と思ってそれでフェイスブック見てみたらあ この方も本を書いてらっしゃるじゃないと思って読ませていただいたのがこちらの自分を殺すす武器にしろっていう本なんですねでねこの本を読ませていただいた時にうわそれはどういうことかっていうとその人にはみんな得意なこと不得意なことがあるわけですけどなんかこうついつい不得意なところを克服しなきゃって考えがち。でも みんな得意なところが違うんだからお互いに助け合って支え合って生きていくことができたらお互いを生かし合ってもっともっと暮らしやすくなるんじゃないのかなでもみんな自分の得意なことやってるんだから好きなことをやってるんだからみんなもっとキラキラ生きられるんじゃないかなそういうあり方っていいなって思ってた時にまさに「そうやって生きようよ」って書いてくださってたのでもうこれは運命だなって思って。 <laughs> なんでめっちゃ黙ってるんですか。いや、あの、すごい、なんか、あの、聞いてて、はい、なんか、さっきと全然、こう、こう、と、切り替わった。ので <laughs> すごい切り替わり、なんか、すみません、圧倒されちゃって。さっきまで、のんびりね、<laughs> ま、のんびりしゃべってましたからね。<laughs> そうなんですよ。一応、一応、ごめんなさいね。スイッチ入れないようにしようと思ったんですけど。入りました。やっぱ、入りましたね。入りました。すみません、ちょっと、今、よだれてました。<laughs> で。皆、それで。もう、なんか、あ。 これは運命だと思ってでお会いしたいと思ってでせっかくお会いするんだったら二人であっても多分めちゃくちゃ盛り上がると思ったんですけどもうこうやってこの初めてのデートをですね <laughs> もう皆さんに見ていただく公開デートにしようじゃないかということで <laughs> 今日このもう秋コズブッククラブで取り上げたいとこの本をご紹介したいということで来ていただきましたということで初めましてあ,ありがとうございます本当初めまして本,本当に <laughs> 来ちゃいましたここまで本当にご近所まで、ねはい ここの店も初めてです僕。 ね、いつも来てるんんですけどオニバスコーヒーヒさんなんかその瀬戸さんがこちらのソノスっていうスピーカーの日本の代表を今やってらっしゃるんですよね。はいはい、それで、まあ、せっかくお会いしてこうやってお話をお伺いするんだったらなんかこのソノスのスピーカーが置いてある素敵な空間がいいんじゃないでしょうかって言ったら、まあ、こちらのですね目黒区にありますオニバスさんがいいんじゃないかということですごくこの素敵なねお店にこうやってお伺いすることができたわけなんですけれどもちょっとスピーカーの話もあとから聞きたいんですけど。どっかから話せばいいんですかね何 ま,まずはな、なぜこの本を書こうと思ったのか、聞かかせていただけますかまあ僕、日頃、ソノスで働いてるんですよね、チームと一緒に働いていて、はい、で楽しいこともあれば、辛いこともあるじゃないですか、で,できないところを、うん、まあ無理やりそのやっても楽しくないんですよね、えっと、やってる側も、それをお願いしてる側も。うん、だっったらじゃあその人がもっとこう 輝けるキラキラできる場所に時間を使ってもらった方が結果的にチーム全体も良くなると思ってただそれってすごくやっぱり言うの簡単なんですけどやるのが難しい、まあ、なのであのこれね本ってほら書いてると自分も学べるじゃないですか。そう 本っててめちゃくちゃゃく学びますよね書いてるとなので、まあ、そ,れそれがもう理由です本当にあの学びながら、まあ、これ書くって書くをすると自分も意識するし、はい、でそれがチームにも影響すると会社の業績にも影響するとラッキーだなと思ってああじゃあ割とご自身のチームのために書きたいっていう思いも結構あったわけですかああ、まあまあ書 よく言うとそうですけどただまあけどそれある程度自分のためでもありますけどねあでも分かります私もこの本書いた時にやっぱりその自分自身がいろいろコミュニケーション学んでこういうのを大体書く人って自分が学んできたことを一回整理したいなっていうかそういう気持ちそういえばありましたね。 本音に気づく、うん、いんかあ,のあたかも自分ができるように書きますけど掲載 <laughs> 上。けどやっぱりできる時とできない時だって人間だからありますしどっちかっていうとなんかこうめちゃめちゃ興味のあるあの領域で, <laughs>、はい、でちょっと。 としており時間をかけてあの失敗をしてるから書いてるみたいな <laughs> そうこれね皆さんに言っておきたいですねあの本書いてる人ってもう書いてることを完璧にできてると思いがちなんですよねそうなんですよね、うん、勘違いされますよね、うん、全然できてないから <laughs> いやだから私瀬戸さんから <laughs> いやもうこの本は日本人全員が読んだ方がいいよコ,コミュニケーション素晴らしいよって言ってくださってちょっとプレッシャーでしたもん <laughs> いや私そんな日常からこんなここに書いたことが全部できてるわけじゃないみたいなね えー、本当にわかります、あの本当になのでこれは、ね、自分のためにも,もうそうですし、まあ、失敗したからそれを伝えれるっていうのもありますしで書くと覚えるじゃないですかでで書くと聞かれるんですよ、また言うじゃないですかなので結局自分に返ってくるんでーんまあなのでまあ80%自分のため、ね、20チームのたためみたいな <laughs> <laughs> なるほどね、まあ、でもそうやって書かれたものがこうやって、ね、あの他の人の多くの方の手に渡ってそれが。 役立ててもららえたここんなな嬉しいことしいとじゃ本当にそうです本当に、ね、ますいやそのね誰,誰もがまさにこの本に書かれてるその自分の才能の種を見つけてそれを育てて強みにしたいって思ってると思うんですだけどそう簡単じゃないじゃないですかそれを見つけるのってで瀬戸さん自身7回転職されてるんですよねはい <laughs> ね はい、で今が8社目ってことで、はい、私、会社員やったことがないんで分からないんですけど、あの日本の働き方からすると、かなり転職回数多い方うでし、ね、ああもうあの負け犬ですよ、え負け犬もう7回も転職したら、負け犬のぶりでしたよ、当,当時、そうそうそう。でもあれですか、外資系でずっと働いてる方っていうのは、それぐらい転職するっていうのは、あんまり珍しいことではないんですか。 うんなんか別になんか調べたことないですけど僕は自分では多いと思ってますけどね。<laughs> ただまあえっとこう日本では多いと思ってるんですけど面接するとなんかすごく褒められるんですよねあの例えば海外の人と、はい、あの話するじゃないですか。はい、あじゃあ君はここではこういう経験してあそこではこういう経験して C 社ではこういう経験したのねっていうと、はい、すごく興味を持ってもらえるんですよね。 あんまりそのジョブインタビュー面接でネガティブな印象を持たれることがないってことですか？ああないですね。で逆にあの<ー>僕もすごく質問しやすいんですよ。なので<ー>一通りあの話しするじゃないですか。こういう経歴だったって。<ー>であの質問も来るじゃないですか。で最後はあの自分の 経験どこがあの貢献できそうって聞くじゃないですか、はい、そしたらあなたの,あの1社目のここと3社目のここと5社目のこことがすごく今の職務に合ってるから、はい、そこがすごく役に立つと思うって言ってくれるんですよね。うん、あなのでそういう話海外でする時はすごく自然なんですけど、はい、ただこれがその日本の会社は受けたことあるんですけどねやっぱり回数転職はそなぜしたんですかとかなぜ 会社は変わったんですかっていうそういう質問が多いですねただ海外はどっちかというとそこでどんな経験をしたのかっていうでどんな失敗をしてどうやって乗り越えてきたのかっていう質問の方が良くてなぜ変わったかっていうのはあんまりなんか聞かれたことがないですねあ、そうなんですかそれって今思ったのはやっぱりなんか日本人の感覚でいくとこの人うちの会社に来てくれてもまたすぐ辞めちゃうんじゃないかなとか 諦め癖があるんじゃないかなとかそういう憶測が働いてるような気がしましたね今ねああまあ多分確かに立場があればあるかもしれませんねただ目的が明確であればそれ薄れると思うんですよ、うん、例えばあの現時点から3年後にはここまで行くのに、うん、あなたの能力が必要だっていうのがお互い分かってればで3年後にそこに行くために自分の能力が役に立つって分かってれば、うん、そこのなんかこうマッチングの精度の問題なんじゃないかなっていうのは 思いますけどね、はい、ただ、まあまあそ、こんなこと言ってますけどまあまあ、そうですよね、うん、あの仕事はご縁だと思います、確か、まあ、全てですけれども瀬戸さん、ずばり聞いていいですか瀬戸さんの強みと弱みって何ですか。<laughs> <laughs> までそれ、本当だからもう、本の話に戻るんですけど、はい、だからそれの質問を一番恐れてたんですよ。えなんでですかだって、すごくやっぱり速今のように、はい、考えるんですよ、即答がやっぱできない。 変わるんですよやっぱり変わっていく強みみもも弱そうですよだって例えば僕今ねあっこちゃんと話してる時ちなみにあっこちゃんって呼んでくれてるんですけどさっき初めてお会いして「何て呼んだらいいですか?」って言って「何でもいいです」って言ったら「あっこちゃん」って呼んでもらえることになりましたはいそっちの方が話しやすいかなとはい例えばなんて言うんでしょうあのうんまあ 集団の中に僕がいると、うんはい、僕の役割って何とか分かるじゃないですか。<ー>だから、その例えば会社の時にいる僕の強みと闇と。はい、あと、そのこう家族の中にいる時の強みと闇ってやっぱ違ってくるんですよね。はい、なので、はい、属する集団の中で自分のなんか役割。 でそこで貢献できるとこっていうのはなんかやっぱりちょっと違ってくるような気がしているので例えばどうかなあの会社ではあの目標を持って計画を立てるっていうところはやっぱ僕貢献やっぱりこうしなきゃいけないんですよねただ家庭ではそれやっちゃうとやっぱりこうすごくこうぶつかっちゃうので妻となので逆にそれはもうあの任せる計画は。 <で>奥さんも結構計画立てるの好きなタイプなんですかああそうですねはいだ会社にいる時と家庭にいる時はやっぱりそれぞれ演じるのが違うそうかそれでもちょっとヒントになると思いますねそのなんか強みっていうとなんかどの環境においても強みっていうのは変わらないっていうイメージを私持ってたんですけどそうじゃなくってそのどの組織家庭なのか例えばクラブ活動みたいなものなのか 会社なのかによって、その会社ももしかしたらチームのメンバーによって自分のなんか発揮できる強みっていうのは変わってくるよねっていうことですか？と思います。あの例えばなんかあの僕逆に会社勤めしかしたことないんですけど、はい、ある会社に属している時はすごく自分が輝いていて、はい、ある会社に行くとやること全く同じなのに全く輝けなかった時もあるんですよね。はいはい なので<ー>それっておかしいじゃないですか、自分変わってないんですけど、でやる仕事もほぼ変わってないんですけど、はい、一方では輝けて、一方では輝けないんですよね、はい、属する集団が違うだけで、はい、やっぱ微妙にそのギアがずれてくるんじゃないかなってやっぱ思っていて、は<ー>だから仮にあの今ある会社でうまくいかなくても、はい、環境が変わればうまくいく場合ってあるじゃないですか。ありますね なのでそれと同じことだと思いますねだから仕事の場と家庭の場で演じる役割が違う、はい、でそこで貢献できる自分の強みも違う,うんなんかでも今のね話からきっとこう聞いてくださってる方見てくださってる方の疑問があるんじゃないかなと思うんだけど「逃げなんじゃないか」っていうね自分が能力を発揮できないあるいはチームとうまくやれない時にどうしてもまあ何かのせいにしたくなるじゃないですか。 だけど実は自分に原因があるっていうこともまあ多々あると思うんですよ。これは逃げなのかそれとも環境を自分の意思でその変えている積極的な変更なのかそこってなんかご自身の中で感じられたことありますか けど僕、結構逃げてばっかり来たんで、やっぱ逃げるのは、やっぱり、時々逃げないと、やっぱ参っちゃいますよ、やっぱり、なので、僕、結構、逃げるのが、もしかしたら得意なのかもしれませんね、ほうそ,うそうすると、あのただ、まあ、けど、逃げられない時もあるので、だやっぱり、大前提に全部自分のせいですよ、けど、はい、なんかあれですよね、結構、今話してると、結構、抽象的なことが多いんで、なんか、例がないかな、あうそうそう、どんな時に,に逃げたなと思いますか かっこよくこうあの機会があったから転職したとかって、まあ、言いたいですけど,、はい、けど真実はそうじゃないですよねその自分の強みあこれが強みなんだなっていうのをその仕事において今このソノスっていうスピーカーをこれアメリカ製のものなんですかね。はい、まあそれを やっぱスピーカーって家で使うものだからその日本の住環境とアメリカの住環境も違いますし音楽の聴き方とかもいろいろ違うと思うんですけどこういう海外のものを日本であの日本人のまあ文化とか暮らしに合うような形で展開していくのが自分は得意なんだなってことに気づかれたのっていうのはどういうきっかけやタイミングだったんですか やっぱり一番はあのえっとソノスの前に、はい、あのフィットビットっていうその腕時計で健康管理をするこれフィットビットなんですけど、<ー>あのまあこれもアメリカの会社なんですよ。はい、でこれってあのアップルウォッチと同じように、はい、活動量計でこのあらゆるこの体の身体のはい測れるんですね。はい、それを最初にあのアメリカで爆発的に人気が出て、はい、で日本でもやろうってなった時に。うん 違和感を覚えたんです僕、うん、アメリカはあのまずジブの数が日本より多いんですね<ー>で保険の制度もアメリカと日本で全く違うんですよ、はい、でそうするとアメリカってやっぱりフィットネスとかエクササイズって生活の一部なんでそのこのフィットビット腕時計のこのフィットビットはあのメッセージとしてはこのあなたがすでに生活の一部として取り入れているエクササイズと フィットネスをより継続できるように、はい、このフィットビットをつけることによってモチベーションが上が上りだからもう日常スポーツしてることが前提なのがアメリカだってことですかね。で、えっと、そうするとこの広告とかもピッチピチのなんかこう T シャツ着て、はい、でそのロキー山脈のなんか大自然でこう走ってる絵があったり。 あとそのジムとかでここ2 0キロぐらいのバーベルを持って「フィット・リット!」とかってやってる <laughs> まあそれを日本でもやろうぜっていうふうに最初来たんですよね、まあ、それ違和感覚えますよね。 そもそもあの日本でジム少ないですしで当時はね本当、はあ、みんな電車乗って夜遅くまで仕事して、はい、いつジム行くんだみたいな、はあ、っていうあの環境でしたし、ええ、でそもそもフィットネスエクササイズってねでこうピチピチの服着てロッキー山脈とかねこう走ったり <laughs> ジム行ってダンベルガーッてやったり、はい、素直に受け入れられると思,思えなかったんですよ。うん、じゃあ 日本人に腹打ちする方法って何なのって考え始めたのがと仕事でこう気づいた自分の役割と自分がそもそも持っているその才能の種が、うん、まああの掛け合わさってじゃあ日本には日本のやり方があるねっていうところで、うん、たまたま発揮できたっていうそうなんでちなみにどうやってにそのフィットビットは日本では展開されたんですか日本でえっとエクササイズフィットネスってすっごく あの低かったんですね、あの当時グーグルトレンドで見たら。ああ、検索するんですか?。は何が高かったかというと、あの睡眠と利美容だったんですよ。り、リビオ。リビ美容、美容、美容、美容。はい。そうですね。はい。で、アメリカはフィットネスエクササイズすごく高くて、えっと睡眠と美容すごく低かったんですよ。そうなんだ。で、だったら、じゃ、あの。 これで腕時計で睡眠の質も測れるんですね。はい、睡眠え寝,寝る時つけてるんですか。そうですそうです。そう,す,<ー>そうするとあの例えば女性なんかでいくと<ー>あのこれちょっと今買ってるかもしれないんですけど当時言ってたのはあの。 眠ってから最初の90分間でやっぱりどの,どのぐらいの睡眠の質が取れるかでその再生ホルモンの出が違うんですって<ー>すみませんちょっとこれ出典も忘れちゃったんでこれ結構いい加減なこと言ってる可能性があるんで多分これ載せない方がいいと思いますね。 だとこれで,これであ,のあなたの健康を測った方がいいんですよ睡眠の質を測ることが結果的に健康につながるじゃあエクササイズのモーチベートがアメリカならば日本は健康維持のツールガジェットにしたらそうですい広まったということですかですはあ、い、それってあれですねその瀬戸さんが自分の感覚っていうものを大切にされたっていうところが鍵だったんですかね まあ、だって何か違和感があったわけですよね、まあうん、まあそうですねその違和感を無視しなかった逃げ、ね、なかった <laughs> これは向き合ったああそういうことってすごい大切なんだと思いますなんか私たちっていろんな日常の中でこれは違うんじゃないかなとか逆にあっこれなんじゃないかなっていう感覚ってビビッドなものはっきりしたものじゃなくてもちょっとかすかにって感じてると思うんですよだけど どこかでそれを無視しちゃってなかったことにするまあでも言ったってこういうもんだしとか頭でなんか自分を納得させちゃうことが日常になっててだからその自分の中にある感覚を大切にするっていうのは今お話お伺いしてて自分の才能の種に気づくあのすっごい大切な鍵じゃないかなと思いましたいやもう本当そこだと思います例えば、うん、あののすごく日常もう本当にこんなの 細かすすぎて誰が話をするんだって話す機会があんまないんですけど、はい、今この機会に例えば海外からゲストが来るじゃないですか、ええ、同じ会社、はい、あの出張で、はい、本社から、はい、日本に来るじゃないですか、ええ、デパート、はい、デパート、まあ、駅とかやっぱり通るとあのデパートその開店前人並んでるんですよね、ええ、けどそれを見たあれはびっくりしたんですよ「なんでっつって「こんなに人並んでるんだったらドア開けてもう入れりゃいいじゃん中に」つって「<ー>だってお客さん待ってんだよ」って。 で面白かった光景はお客さん並んでるじゃないですかで透明なドアじゃないですかねデパートってその透明ドアの中にこれ立ってるんですよそのあそうそうデパートってオープンな時にお迎えしてくださるんですよね待ってるじゃないですかけど待ってるんだったら開けてもう中に入れりゃいいじゃんってなるんですよねけどはいはいけど僕はそれ見慣れてる光景なんで気づかないんですよけどその彼の反応を見たあこれはそうかおかしいんだっていう。 何でおかしいのって言ったら「いやそれだって待ってるんだったら入れりゃいいじゃん」っていう「なんで入れないの?」って言われた時に、はい、なんで「うん、えー、っとそういう決まりだから」って答えますよね <laughs> けどそれは納得しないんですよねはいなんでだろうあれはやっぱり私の感覚ですけどきちんとお迎えしたい <laughs> であとはお店がまだ準備ができてなかった時に申し訳ない あるかもしれませんねんあるかもしれませんね、うん、けど別にデパートじゃなくてもいいですよ、はい、例えば、まあ、あの小さなたこ焼き屋さんでもいいですし、はい、オニバスでもいいですし、はい、開店10時に開店で9時59分に10人ぐらい並んでるのに、はい、あと60秒待つかどうかとかね、はい、まあ日本の感覚では待つでしょうね、うん、それは何で待つのかっていうふうに僕は学びましたねから吸収した あそうかなんか別にそれで開けてもいいんだっていうふうに考えたこともないんですよね普通まあ当たり前だと思ってるものって気が付かないですからねあでもねこれもまたヒントであの自分の強みって当たり前になってると思うんですよ例えば私自身はこうしゃべるっていうことはその得意だとか思ったことがないんですね 普通なんですよその喋ることって自分にとってはですよだけど喋るのが苦手っていう方が相談してくださった時に初めて自分があったり前にやっていることができないっていう方に出会えた時におこれって当たり前じゃなかったんだと教えてもらえるだから私よく言うんですよねその自分のやりたいことが分かんないんですっていう時にいや分かるよと。 だって自分の得意なことってある種、得意だから頑張ってる感覚もあんまりないんですよね。例えば私はあの問題解決能力が割と高いみたいなの,あのストレングスファインダーってビジネス書でずっとね人気ランキング上の方にある本がありましたあれやったときに出てきたんですけどその癖みたいなもんなんですよね、なんかこの問題を見つけちゃう、そうすると、えっと、解決策を考えちゃう。 誰にも頼まれてないのに、で解決策考えちゃうともうおせっかいだから言いたくなっちゃうっていうね。でそれってもう何だろうどっちかどちらかというとやらずにはいられない僻に近くて、だから頑張ってる感覚も全くないんですよね。だからそれがあなたの得意なことだよねっていうのをその提示された初めて、お,お、これって強みだったんだっていうね。それってないですか？ もうおっしゃる通りです言語化はも本当にもうまさにその通りです<っ>もう加えることは一切ないです。<laughs> 自分では強みは見えないあの僕の,、はい、あのコーチをしてくださっているソ、はいはい、レングスコーチの方から、はい、いつも言われていた言葉をそのままあの今アッコちゃんに言うと、はい、自分の強みは自分の鼻のようなもので、はい、自分からは見えないけど僕からはアッコちゃんの鼻が丸見え。はい、なので相手から 見見ええるけど自分では見えないそれが強みなんですよっていうふうに言われたことを本当にあの今思い出しましたそうですねだからやっぱり周りの方が教えててくださるんですよね強みって私この前あのそこの今目の前にあのディレクターさんがいるんですけどあのコーヒー屋さんでねあのまた違う別のコーヒー屋さんでインタビューさせてもらった時に終わってい,やそのいわゆる素人さん タレントさんとか、ね、あのミュージシャンとかそういう人じゃない人からああいう本音やストーリーを引き出せるのっていないと思うように人以外にって言ってもらってあそうなんだっていう私としてはあのメールでお伝えしたんですけどあだ名が質問ちゃん」っていうあだがあったこともあってそのなんかこう聞かずにはいられないんですよね知りたくなっちゃうんですよね。そうすると どどんんん聞いちゃうんですよでもその時に多分ですけどジ、ね、ジャッジしてないんですよねその相手の答えをいいとか悪いとか正しいとか間違ってるとかじゃなくてあそうなんだって多分そのまま受け取るっていうあのこれはちょっと後天的なものか平気なものかわかんないんですけどそうすると。 まあこれあのどっちかっていうとこっちのコミュニケーション術の話になってくるんですけどねそうするとやっぱ人ってね安心するんですよね自分をジャッジされてないからそうするといろいろ本音が出てくるわけですよでだから多分その私の好奇心とジャッジしないっていうこれもその自分では無意識的に持ってるものによって初めてって 方がどちらかというと心を開いて語ってくださるっていうことがあるんだなっていうそれはねやっぱり、ね、言ってもらってああそうなのかって瀬戸さん周りからどんな風に言われますあれからえ周りからあ周りからはいはいあれからってもういつやねや今日いや、ね、いや、ね、いやもうなんかあのもうちょっとずっともうあの喋り方になんかずっとこう見とれてまして <laughs> 質問が今何阿呆に入ってるんだ <laughs>